ネットラボ調査隊様発表。大阪府の高家の名店ランキングトップ10 2022年9月版。5位から1位の発表です。JR 阪和線北正座駅。各駅列車しか止まらない無人駅。人通りは少なく、とても静かな駅周辺。実は駅周辺を開発計画中で、将来は泉市の北の玄関口になるようです。徒歩3分ほどで到着。 古墳の近くにポスンとあるのが、5位タコポン、篠田店。4.2ポイント114口コミ。先月のランク外から赤丸急上昇中。Google 口コミによると、以前あった焼き店跡にオープンしたそうです。他の名店と比べてもかなり大きな店構え、お客さんも何名かいらっしゃいますが、観光地ではないので行列ができるほどではありません。 なのにたくさんのスタッフがフルでたこ焼きやお好み焼きを焼いてますこんなにスタッフがたくさんいるのにまだアルバイトを募集されてますこちらのお店の特徴はなんとたこ焼き6個200円10個でも300円めっちゃ安いんです安いけど小さいんちゃうんと思ったらはいどーん。 めっちゃボリュームあるやんさてはタコ入えてんのんちゃうんタコチェックなんと生だコが入ってました疑って申し訳ございませんでしたソースの海マヨネーズの山を覆うカスオブシと青のりさらからこぼれるほどかかってて中のたこ焼きが見えません タコ焼きの味はほぼソースで決まると言いますが、こんだけかかってたら、美味しくねえはずないやん。お好み焼きも売ってる店あるあるですが、多分ソースはおタクのお好みソース。甘口で、程よい酸味と香辛料が効いて、めっちゃ美味しい。肝心な焼き具合はふわとろで、タコも柔らかくて食べやすい。お子様からおじいちゃんおばあちゃんにも、家族みんなにおすすめ。お味は基本のソース。 ポン醤油、塩に、マヨ、わさびマヨ、マヨナシを掛け合わせて全9種類。甘口が苦手な方も大丈夫。ご飯は100円なので、たこ焼きで食を300円から食べられます。他にも、お好み焼き、焼きそば、とんぺい焼き、ぼめし、豚丼など、がっつり食事も OK。生ビール、チューハイは300円で飲めます。 豊中の人間が親戚を何限りかり泉市に行くことはないってか初めて行きましたいわばダークホース的なお店かとぶっちゃけ思いましたが僕が知らなかっただけでユーザー口コミが名店であることを証明してます実際家の近所にあったら週1で通うほどのたこかけの名店でしたさっき行列がないと言いましたがお客さんがたくさん来ても並ぶことなく提供できるだけのキャパがあります 待たずにえるのは素晴らしいまたフルで焼き続けるのは出前もされていて次から次へと袋に詰め込んで配達に出られてました安くて美味しくてボリュームあるたこ焼きなど1000円以上で配達してくれるのが人気の秘訣生地には秘伝のだしを使われておりタコは生だこを使用ポンょ油やわさびマヨはオリジナルの自家製 お客さんを待たせないクイック提供。これだけこだわって6個200円。美味しくなければ返金いたしますと、ホームページに書かれるくらい自慢の高木。堺市の方に朗報。堺一商店もあります。惜しかった。ごちそうさまでした。地元の人はみんな知ってる名店でした。JR 新今宮駅、地下鉄御堂筋線、堺中線、土園前駅、すぐ。 スパワールドを背にして大阪のシンボル通天閣に向かい最初のカードを右に曲がってすぐこってこてな街新世界にあるのが4位新世界カンカン4.2ポイント260口コミ店頭には関西を代表するスーパースターお笑いビッグスイートを撮影した写真が飾られています ちょっと寄り道になりますが、お店の隣には自記車が待機してて、串カツや、温床グッズ屋などが並び、ママが知り合ったスマートボールも現存。毎日が縁日のような賑やかな街。ビリケンさんもあちらこちらにいらっしゃいます。若い焼き師たちが箸を両手に持って焼いています。ちょっと怖いんだけど、撮影許可をお願いしたら人はさんといて,って、即オーケーいただけました。 名店のご主人と聞くと気難しそうな人をイメージしますが、大阪のたこ焼きの名店のご主人はみんな優しい方ばかりなんでご安心を。カンカンさんのたこ焼き8個400円。5位の店が安すぎてなんかごめんなさい。観光地でこの価格はなかなかないですよ。早速、たこチェック。入れるときはかなり大きく見えたんですが、焼くと縮まりますね。 ご覧の通り皮がかなり薄くて中はトロトロなんでタコの存在感が大きいこんなに薄いのに爪楊枝で皮を刺しても持ち上がります絶妙な刈り取る具合生地にも出汁が効いててめっちゃ美味しいソースは甘口で酸味と香辛料がほどよく効いて大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけどここのソースはぶっちゃけおたふく言っちゃいけないこと言ってすいませんでした 下手くそなコピーですいませんでした。気を取り直して大きな鰹節が熱により乾燥して縮み、水蒸気で得た水分で戻ろうとするのを繰り返して生きているように見えます。つまり焼きたて熱々。絶え間なくお客さんが来られますが、じゃんじゃん横丁みたいにじゃんじゃん焼くので、さほど待たされません。オスが流れ落ちるくらいたっぷりと惜しみなく塗られ、 サービス精神を感じます通天閣に登り串カツを頬張った後にスパワードで世界の温泉で汗を流し千日前とはまた違ったディープな大阪の街をおいしいたこくきと一緒に味わってください有名人も多数訪れる新世界の名店でしたごちそうさまでした美味しかったですスパワード大好きなんでまた来ます JR 大阪駅と阪急大阪梅田駅をつなぐ 新梅田食堂街の一等地外国人観光客が減った分これでも行列は縮まったくらいランキング上位の常連梅田の名店といえばここ3位花だこ4.3ポイント2034口コミ生地が少ないから足すのかと思ったら傾けて伸ばすんですね焼いているところの許可を得ましたので今回はこちらをメインにお見せしますこの立派な生だこがこのお店の売り そして焼き時間を半分、美味しく焼ける独自技術で焼いてます。今焼いているのはお姉さん。後輩たちを優しく指導しながら手際よく焼いてます。塩化剤をパラパラっとかけます。一面焼けたら銅板ごと味付け担当に渡します。ネギも片手で振りかけます。紅生姜は味に影響するので慎重ですね。 飛車区で生地を足しましたさいばし1本で生地を切り分けますあとは焼き上がるまで数回ひっくり返します尺の都合でカット早送りしましたがノーカットで見たい方はコメントください花だこさんだけの動画を作ります箸1本右手だけで焼き上げましたいつも通り美味しそうに焼いてくれましたお疲れ様です 今回はネギマヨ、だし醤油を注文しました。6個610円。三脚の置くスペースがなくてプレてすみません。ここのネギマヨはたっぷりかかってて見た目も美しくて一番好き。いつものタコチェック立派な生タコが入ってます。花タコさんのトッピングはネギしかないんで変化をつけるためにだし醤油を選びましたが見た目に変化はありませんでした。 醤油の苦味が,が出して抑えられて美味しいんやけど、せっかくの生地がベチャーとなって残念。マヨネーズが溶けちゃうし、僕はソースの方が好きかな。八木市のお姉さんのお母さんは主に接客担当。ため口でおせっかいな型破りの接客やけど、みんな自然とありがとうって言っちゃうやつ。今日はネギマヨソースを注文したら、マヨネーズとソース足らんかったら言ってなー。 と気遣ってくれてありがとう。てか、オイいースオッケーなんや。試しにオいマヨオイソースしてもらおうと食べてたんやけど、最初からいっぱいかかってるんでできませんでした。オイソース、オいマヨできた方はコメントください。トッピングはネギだけどシンプルでオーソドックスなメニューだけど、変わらぬメニュー、味でお客さんが絶えないのは、 名店がなせる技。たこ焼きの名店と聞いて、ここを思い浮かべた人も多いでしょう。説明不要、梅田の名店、花床さんでした。いつも美味しいたこ焼き、ありがとうございます。ごちそうさまでした。7位、たこ焼き道楽は中、なんば店、4.1ポイント、1149、くし込2位、たこ焼き道楽は中、千島屋本店、4.3ポイント、 2341口コミ本店が2位難波店が7位となったたこ焼き道楽真中さん先にたこチェックプルプルのたこが出てきましたたこポン8個600円税込みネギトッピング50円税込みポン酢味のたこ焼きとネギの相性抜群たった50円プラスするだけでこぼれそうなくらいネギを乗せてくれます てか、すでにこぼしちゃいましたが、専用とー好きなんで大丈夫船皿から染みれた余分なポン酢も受けてくれるんで、机が汚れないし、たこ焼きがべちゃーっとなりません。味のクオリティにこだわる輪中さんですが、本店は特に熟練の焼き茂が焼かれているので、当たり外れなし、いやすべて当たりの焼き具合。たこ焼きの見本と言える絶妙なカリトる具合です。 普段は甘口ソースマヨ派ですが、ポン酢に初挑戦。ネギ盛りを食べたくてポン酢味にしましたが大正解。ネギの適度な苦味とポン酢のさっぱり感。カイトロたこ焼きに新鮮なネギの食感が加わり。鼻はツーン、口はシャキシャキ、癖になる美味しさ。お子様にはわからない大人の味でした。ネギ盛りには釜炊き塩や醤油も合いそうです。 この日は土曜日だったんで9時30分オープン間に合わなくて10時頃到着しましたがすでに1階2階ともほぼ満席焼いても焼いてもお客さんがたくさん訪れる超人気店ナンバーグランドヶ月前にあるので大阪に遊びに来たら食べたいですよね大阪に8店舗ある和中さんはどのお店にも行列ができる宅きの名店 特に千日前本店は高評価口コミ件数が桁違いの名店中の名店でした。タコポンも美味しかったです。ごちそうさまでした。地下鉄四つ橋線花園町駅下車徒歩3分。歴史を感じる下町の商店街でたくさんの人だかり。1>, 1位高木一福4.4ポイント213口コミ。 2ヶ月連続1位の異業を成し遂げたのは、西成区にある一福さんでした。おめでとうございます。口コミ件数では他の名店に及ばないものの、評価が0.1ポイント上回り、1位をキープしました。ただ、件数は累計で集計されており、こちらのランキングやテレビでも紹介されているので、口コミ件数が増えるのは確実です。 ご主人に大阪府の高木の名店ランキング1位であることを伝えると、ああ、なんかなったらしいな。先月やろ、それって言われ。今月もですよ、と言うと、えと驚きと喜びを隠せないご様子でした。中は映してほしくないけど、ここならええよ、と鉄板の一等席に案内してもらえ、前後しましたが、一福さんだけの動画を先に公開したら、たこなきチャンネル歴代再生回数を超える勢いで、 たくさんの方に見ていただいてます。ほぼノーカットで焼いている動画は概要欄にリンクを貼ってますのでご覧ください。開店前から並んでいると行き交常連さんが行けると挨拶代わりに声をかけ、まだこれからと返すご主人、焼き上がりが楽しみな常連さんたち、いざお待たせと言うとわらわらとお客さんたちが集まり始め、あっという間に全面売却済み、 ご近所付き合いというか地域に密着した関係がとてもいいですねたこ焼き10個600円まずはたこチェックめっちゃ歯応えがありそうなコロコロしたたこ焼きが出てきました一つ目は何もつけずにそのまま食べてみます生地にしっかり味がついてておいしいたこコ,コリッコリー 続いてニハ杯酢をたらします酢と醤油を1対1で割ったもの生地についてる味を殺さずさっぱりしておいしいウスターソースをかけますたくかけにウスターソースってかけたことないかも生地にしっかり味がついてるんでいらんかも最後にニハ杯酢と七味をかけます辛いもの好きな人向け かかけないいい方が生地を生かしていいかもということで個人的にはイーハイズをかけて食べるのが一番おいしかったですうまい屋さんほどじゃないけど外はカリッとしててソースマヨネーズかつお青のりもかけないしっかり味がついた昔ながらのたこ焼きは絶品地元の人はスナック感覚で箸を使わず口に放り込むビールによく合うたこ焼きです サービスの酢の物も,のもさっぱりしてありがたい。今はコロナの影響で入荷しませんが、おつまみのタコボツも大人気。もう一つの名物、イカ焼きなどメニューはたくさんあります。市福さんの単体の動画で紹介してますので、概要欄のリンクからご覧ください。焼き上がりが楽しみな近所の常連さん、テレビやネットを見て駆けつける一玄さん、 昔ながらの商店街にある下町のたこ焼き屋さんは開店から人が集まりますわざわざ厨房から顔を出して見送ってくれる気さくで優しいご主人下町の名店は人情味あふれる昔ながらのたこ焼き屋さんでした美味しかったですごちそうさまでした以上大阪府のたこ焼きの名店ランキングトップ102022年9月版後編でした ランキングを引用させていただいたネトラボ調査隊様、撮影にご協力いただいた名店の皆様、そして最後までご覧いただいた視聴者の皆様、ありがとうございました。ランキングシリーズは人気のため、今後も注力してお届けします。少しでも気になった方は番組登録をお願いします。またコメントや評価は制作の方になりますので、お気軽にお願いします。 撮影させていただける店舗様、スタッフ様を募集しております。お気軽にご連絡ください。最後までありがとうございました。またのご視聴をお待ちしております。